I see it in your eyes. Yeah, I can read the signs. 皆さんこんにちは、林です。今日はですね、3ヶ月ぶりにこの部屋のルームツアーの動画をね、撮っていこうかなと思います。3ヶ月前もやったじゃんってね、思われるかもしれないんですけど、1週間2週間ぐらいでですね、僕の部屋の雰囲気がかなり変わりました。まずブラインドに変えましたとか、机をね、配置変えましたとか、テレビを手放したりとか、あとは壁に取り付ける棚つけたりとか、ユニットシェルフもそうですよね。ここ最近ね、ずっとこう僕の部屋の雰囲気を変えるためにオーク材の家具に揃えますってことをやってたと思うんですよ。まあ前回3ヶ月前に撮った動画と比べると、まあ今のね、新しい部屋の雰囲気ですね、ちょっと明るく、さらにこうアースカラー中心のですね、シンプルでナチュラルな部屋になってるかなと思いますので、まあ今回はですね、そういった無印良品の家具とかが好きな方で、こうシンプルなアースカラー中心の部屋を作りたいという方にはですね、すごく参考になるルームツアーになるんじゃないのかなと思います。まあ4月からね、また新生活始まったりとか、まあ今ね、ちょうどこの時期にお部屋探しとかしている方いらっしゃると思いますので、まあぜひ新生活の、インテリアの参考にしていただければなと思います。それではね、早速詳細いってみましょう。はい、では早速ですね、僕の部屋のルームツアーやっていきます。今回はキッチンとか洗面台とか、また別の機会に撮ろうかなと思いますので、まずは僕のメインルーム、ですね、それを見ていこうかなと思います。オープン。はい、開けるとこのような形になっております。はい、まあ、やっぱり前回と大きく異なる点としては、まあ、ベッドの位置が変わったりとか、あとシェルフを買い替えて完全に位置が変わってるとか、机がですね、ベランダの方に行ったっていうところですかね。なので家具の配置が本当に以前と全然違います。ではね、ちょっと細かく見ていこうかなと思います。まずクローゼットですね。まあここは前回も軽くお見せしたところではあるんですけど、まあ、そんなに綺麗ではないですね。はい、普通に服があったりとか、まあ、あと上の段にはですね、まあ、紙袋とかちょっと必要なものが上に載せてる感じですね。まあ洋服は基本的にそんなに量多くないので、これだけ。あと下の方には撮影器具とか、あとはまあちょっとした棚類をね、置いてる感じですね。では閉めます。はい、では次部屋行くんですけど、まあ大体ですね、こちらの机に僕は座って普段作業だったりとか、あとモニターでね、何かドラマとか映画を見ながら過ごしています。でちょっと休憩するときに、こちらのね、人をダメにするソファー、無印で買ったものに座って休憩したりとかで、寝るときはこちらのベッドですね。これは無印の足つきマットレスですね。これを使って普段寝ています。ではちょっとね、詳しく見ていくんですけど、まずこちらのユニットシェルフからちょっと見ていくと、まあこれはね、最近紹介したばかりなのでそこまでまた詳しく触れることはないんですけど、まずはここに、これはですね、無印のウェットティッシュケースにマスクを入れて、これ結構ね、マスク入れとして使ってる人が多いので僕も使ってます。あとはちょっと切らしちゃったんですけど、これティッシュケースですね。普段はティッシュが入ってたりとか、あとは、香水とかアロマオイルですね、が入っていたりとかですね。あとはコードレスのアロマディフューザー、これ最近普段よく使ってます。そしてやっぱここかな、ちょっとカフェっぽい空間を作りたいなってことで、以前買った無印のね、豆から引くコーヒーメーカーとかバルミューダのケトルを部屋に持ってきました。そして一緒に合わせてコーヒーのね、豆とかをこちらのソーダガラス瓶、これもね、無印で買ったものなんですけど、こちらをね、ここに持ってくることによって、まあ、ちょっと落ち着きのある空間。まあやっぱりね、今僕の場合は、リモートワークしてますので飲み物結構必要なんですよね。まあ、なので気軽にコーヒー飲めるようにってことで部屋に持ってきております。じゃあ次、こちらのコーナーはですね、撮影機材のカメラとか、ちょっとね、今は ZV-1 置いてるんですけど、普段はね、今これ撮影している α7C というカメラをここに置いてます。あとは財布とかメガネ、まあここはね、普通にただ置いてる感じですね。あとは先日買った、無印の観葉植物に、スマートスピーカー、そして無印の本とか、あとはボールペンですね。無印の歯ブラシ立てにボールペンを置いてますと。で次、下見ていくと無印のトタンボックスですね。ここには撮影器具とか、あとここにはゲームのね、コントローラーとかが入ってます。これはね、前回の動画でもお見せしているので今回は開けることはしないかなと感じですね。
でこれね結構ね前回のこちらのシェルフですね紹介する時の動画で詳しく教えてくださいって来たのがこのゲーム機ですね実は今こっちに映ってるモニターにつなげてるんですよ、まあ、なのでどうやってつなげてるんですかとっていう話なんですけどこれはですねなんと5メートルぐらいの、HDMI ケーブルをつなげてます。こう下にですね配線カバーがあるんですよ。ここにこういう風にケーブルをつなげてるんですよね。まあなので5メートルぐらいあればモニターに届くのでゲーム機はここに置いてるっていう感じです。であとはね下のファイルボックスとか見るとでここに雑誌とかですねちょっと入っていったりとかですかね。まあやっぱり無印のこういったねファイルボックス優秀なところは、無印のね家具であればぴったりと入るところ、今回であれば5つのファイルボックスがぴったりと入ってますね。あとはここには本ですね、本入れていたりとか、まあ上段は全部本です。でここも本ですね。あと下の方には、ここは掃除用具ですかねを入れてます。はい、こちらは、撮影機材ですねを入れてますという感じです。ではちょっとデスク周り行きましょうか。まあ、その前に、無印のベンチですねをここに置いて、ちょっと観葉植物を飾っております。はい、まあこれはね以前と配置変わってないかなと思うんですけど、前の家から持ってきた植物とかをここに飾ってね、まあ、やっぱり机から近い位置で緑楽しみたいなっていうのがあったのでここに置いてますと。では次デスク、はい、では詳しく見ていきます。まず無印のスタンド、これですねやっぱり買ってよかった、本当に間接照明としても使ってます。無印のアルミのアームライトですね、 LED のアルミアームライトにスマート電球つけてます。声で反応します。そして iPad ですね、まあ、これは結構ね僕は仕事で使ってますね。仕事上 Zoom をずっとつなげて仕事をしていますので、その Zoom 用であったりとか、まあ、あとはね普通に、簡単な仕事ですね、ブログを書いたりとか動画の設定をするときとかはこちらの iPad を外出時に持ち歩くことが多いですね。あとはモニターです。はい、普段モニターを使って、仕事をしています。ちなみにメイン PC はこちらの M1 チップの MacBook Air ですね。これもね1ヶ月ぐらい使ってますので、まあ、近々使用感とかの動画出そうかな、まあ、皆さん出してると思うんですけど、本当にねパソコンの概念が変わるぐらいめちゃめちゃスペックいいです。まあ、なのでこのマシンはリモートワークに適してるなっていう話が僕の口からねできたらなと思います。あとはここ前回買ったベルキンのねこれ充電ドックなんですよ。でこれねちょっと皆さんにお見せしますよ。ここに iPhone があるんですけど、これをつけるとはいこんな感じで充電済みって出るんですよね。iPhone とかあとは、こちらの Apple Watch、 そして AirPods Pro ですねをここで充電しております。モニターは LG の27インチの 4K のモニターですねに、最近買ったんですけど、ついにウェブカメラをここに設置しました。結構ミーティングとかする機会が多いので、今ウェブカメラで、こちら Zoom とかもこちらでつなげてますね。あとはキーボードなんですけど、Apple 純正のマジックキーボードとマジックマウス。そして、モニター用のスピーカーとして、アンカーの、サウンドコア、ここに今置いてます。これはね、もうケーブルで直接つなげるようにしてます。っていう感じです。まあ、やっぱりね、無印の120センチの、こちらテーブル使ってるのですごく余裕あるんですよね。広々としたワークスペースになっております。はい、では次はですねこちらの無印の壁につけられる家具の棚なんですけど、ここに置いてるものをちょっと紹介すると、これカレンダーね、これね無印のミニカレンダーなんですけど、これね買ってよかったです。本当になんでかっていうと、結構ミーティングとかするときに、じゃあ次の打ち合わせいつにしましょうかってときにパパッと取り出して日付がわかるんですよね。こういうのはアナログでもいいかなと思います。まあ、あとインテリアにもなってるし、あと観葉植物に、あと温湿度計を置いてます。 49% ちょっと低いかなっていうところですね、今は湿度が。はい、っていう感じです。では次、こちらの去年から持ってる無印の大きな観葉植物アンガスティフォリアは今こちらのベランダ脇に置いてます。本当はね動画で写したいんですけど、まあやっぱり今僕の背景にもね植物が結構増えてきたっていうのもあって、今こちらに置いてますね。そしてなんか新芽が生えてますね。こういう発見がね
あるのがね、観葉植物のいいところなんですけど、ちょっとピントが合わないな。あ、合うか？合うか？合うか？あった。はい。今ね、新しい芽が生えております。嬉しいですね。こうやって生えてくるの。そして、無印の、はい、加湿器、ここに置いてます。これね、アロマ機能がついている加湿器で、ここにね、アロマオイルをね、入れることによって自動でね、アロマオイル抽出してここから出してくれるんですよね。まあ、なのでアロマディフューザーとしての機能もあります。では次、配線周りです。こちらにはですね、無印のファイルボックスの大きいものを使って、ここ開けると、まあ、テレビが見られる機械のナスネとか、あとこちらの Wi-Fi ルーターとかケーブル周りをここに置いてます。まあ、やっぱりアンテナ線とかここにあるので、どうしてもここにしか置けないっていうので、これでテレビとか Wi-Fi 周りの機材を管理しているっていう感じですね。あとは人をダメにするソファーと普通のクッションですね。まあ、休憩するときとかは普段ここに座って、休憩とかくつろいでいたりしております。最後、ベッドはこれ無印のベッドですね。足つきマットレスです。本当はね、家具変えたのでこちらの寝具の雰囲気も変えたかったんですけど、まあ、やっぱりちょっとまだ冬場っていうのもあって、次のね、春シーズン、夏シーズンになったらまた寝具をですね、明るめの色にしようかなと思ってます。で、こちらベッドなんですけど、まあ普通に今は寒いので、こちらの無印の暖かファイバーに、毛布と敷きパッド、これはマストアイテムですね、をここに置いてますと。そして、普段の掃除はブラーバに任せております。はい、改めて前景を写すとこのような形ですね。まあ、ざっくりとなんですけれども、まあ、割とやっぱりオーク材に揃えたことによって、すごくね、シンプルな、スタイリッシュな、ナチュラルな雰囲気になったかなと思います。まあ、あとは寝具をね、もうちょっと明るめの色にしたら、まあ、やっと完成形かなってところですかね。まあ、今の状態でもアースカラーなので、すごく部屋の雰囲気にはマッチしてるかなっていうふうに思います。はい、ということで今回はですね、また3ヶ月ぶりのルームツアーっていうのをやってきたんですけど、まあ、前回はですね、やっぱりこうベッドの配置だったりとか、机の配置、あとシェルフの配置、全く違ってたと思います。今ね、同じところに置いてる家具って全くないんですよ。全部配置を総入れ替えしました。あと部屋が広くなったかなと思います。シンプルにまず配置を変えて、こう動線をちゃんと確保したっていうことをですね、昔はベッドをあのベランダ脇につけていたんですけれども、まあ、やっぱりそうなるとちょっと部屋が圧迫感感じていたんですけれども、まあ、今はこう通路に沿った形で家具とかベッドを配置していますので、すごく部屋がね、広くなったんじゃないかなと思います。あとはテレビを手放すことで、テレビ台とかね、そういった余分な空間っていうのを外したことによって、まあ、さらに部屋がね、広々と使えてるんじゃないのかなっていうふうに思います。まあ、今回はですね、あのアースカラーといいますか、まあ、オーク材で中心で揃えつつ、まあ、緑入れたりとか白黒の、インテリアっていう形で、紹介したんですけれども、まあ、こんな感じでですね、シンプルでこう無印良品の家具とか、あのそういったものを配置したいっていう方はですね、ぜひ参考にしてもらえたらなと思います。はい、ってことで今日はですね、ルームツアーだったんですけれども、まあ、普段から無印で買った商品の紹介とかガジェットレビューやっておりますので、ぜひチャンネル登録とかこの動画の高評価お願いします。あとブログやインスタ、ツイッターもやってますので、こちらの動画の概要欄にそれぞれのリンクを貼っておりますので、気になる方はぜひ最後までチェックよろしくお願いします。ってことで今日はですね、動画以上になります。次の動画でもお会いしましょう。バイバイ。